さあ久しぶりにねバーチャロンやっていこうかなと。久しぶりにお待たせいたしました。いや誰も待ってね、てかむしろ存在を忘れていたバーチャロンシリーズ。いやー、美しくなったのね、画面が綺麗になったのね、バーチャロンは余すとこなくこうやれると、見せていけると、普通のプレイが見せプレイになる。素敵じゃない、そういうのって。下手したらね、このバーチャロンのこの美しさ、映像の美しさ、どの端末よりも、どの端末っていうか、どのなんかこう、方法を使うよりも綺麗なんじゃないかなって、個人的には思ってるんで、このドリキャスの、ドリキャスとなんかこう、変換してやるのが、一番綺麗なんじゃないかな。Xbox とか、そういうのよりも、はるかに、綺麗なんじゃないでしょうか。もうすっごいグリスボックが好きでね、バーチャロンなら一番好き。全然差が、えい、残念でした。勝つ気あるとは思えんな。武器があるの強いな。近いと思う。しかわきする。さあ、エンジランはね、エンジランもこうだね。そしてこうだね。あ、どんな。ああ、全然違うぞ。何が嫌ってやろ、VR マンが強いから、高いから、あんまりこっちの方が当たんないから。ならいけますわ、うん、いいとこまでいけそうな気がする。いけそうな気がする。いや、めっちゃゲームしてる。久しぶりにめっちゃドリームキャストしてる。幸せ。
かないね。効かんね。効かんね。渾身のゴリだったけど効かないね。当たった。19% どうかな。よっしゃ勝った。ブラッドスにはなかなか勝てないんだよな、グリスボックでは。まあパターン3回目まで生存すれば勝てるな。さあアファームド・ザ・バトラー、いやアファームド・ザ・バトラーじゃないな、なんだっけ、ランチャーだ、アファームド・ FS ストライカー。あーちょっと重いよ重いよ動きが。クリスボック強いっすわ。多分これあの中級者までだな、こんな戦いで通用してんのは。多分上級者になったらワンマクなんてあっさりかわしてくるんだろうきっとね。適当にバラバラ、適当にバラバラ戦い的に一発目、一発目かもな。上はね、なかなか近接得意なキャラとはいえフォローし難しいと。いやー近寄らないで、近寄らないで、なんか怖いから、近寄ると怖いから。バトラーの子はこれやっぱ強いね、横スライドの右トリガー、ミキトリガーショット。あ、いよいよライデンですね。これ倒したらもうラスボスです。早いもんよ。あ、くぅ移動硬直だ。負けたら終わりだからな、そういうプレッシャーも。いいじゃん、また。なんか全然当たんないな。すごいよ。当たっても効かないと思う。いいや、まだ存在を感じる。よし、アキラ V アーマー。右下に見えるから、V アーマーって。あれでも 30% まで減らしたんで、これでちょっと当たるかな。これで、あ、違う。ここは逃げ切ってもいいんだが勝ちに行く。ふぅ強いわ、強いわ。ライデン、最後の時何つったっけな。なんかいろんな技が使えない。慣れてなさすぎる。これあの移動がね、移動が縦軸も含まれてるから普段使ってる技が使えなくなっちゃう。
こんな見にくいけど。全く分かってみてるか。うわあ、死んじゃう。よし、勝った。お？勝ちましたね。さすがグリスボック。グリスボックだったかな。まあプレイとしてはね、プレイとしてはちょっとあれだけど、まあスピーディーな動画を見せられたんじゃないかな。ほんなまた。